採決が終わりまして否決となりましたが、改めて現在の受け止めというかお気持ちをお願いします。まあ、否決をされたことは大変残念でありますが、まあ、選挙の結果で作られている議会の中の構成ではこういうことになると、まあ、さらにですね、この安保法制許さない、立憲主義の破壊を許さないという国民の皆さんの輪をですね、広がっていけるように国会の中でできることを努力をしていきたいと思いますし、やはり最後はやっぱり選挙で議会の構成を変えなければならないと、その思いを改めて強くしました。幹事長の施設名ですが、まあ、長い施設名で、まあ、1時間45分の間ですね、どのような思いで臨まれたかという。まあ、なかなか議員内閣制の下では難しいことですが、しかし一人でもなんとかですね、話を聞いていただく中でですね、賛成票を投じていただける方が増えないだろうかと、まあ、そういう思いと、それから、まあ、国会の外で、声を上げていただいている、思いを持って、受け止めてられている、まあ、そうした皆さんが国会の中ではできないことをやらせていただいているので、もちろんすべての思いを 100% 代弁できるわけではありませんが、そうした思いを重みを感じながら話させていただいたつもりです。各社さんお願いいたします。朝日新聞の高橋です。出資説明については、まあ、いわゆるフィリバスターとして長時間やるという選択肢もあると思うんですが、まあ、今回は1時間40数分で、終えたというのはどういった意図で。まあ、いわゆるフィリバスター的な視点、それから同時にですね、やはり言論の風の一員として、単に長ければいいということではないという思いの中でですね、しっかりと、まさに一人でも多くの方に、今の安倍内閣がいかに間違っているかという中身のある言葉でですね、演説をしようということであります。すみません、第二次会でプレッシャーを感じているというふうにおっしゃっていましたけれども、実際こうやってみてですね、そのあたりはいかがでしたか。始まるまではプレッシャーを感じていましたが、壇上で話し始めてからはですね、プレッシャーというよりも、まあ、いかに原稿を朗読したわけではないので、準備した部分の読んだ部分はありますけれども、どういうふうに訴えることでですね、思いが伝わるのかなと、まあ、そのことに集中していましたので、話し始めてからプレッシャーはありませんでした。確認ですけれども、1時間45分程度で、これは議事を遅らせるという、まあ、お考えは全くなく、なかったと。いや、総合判断です。中身のないことで、遅らせることもできない、まあ、できるだけ遅らせたい、まあ、中身のある話の中で、いかに最大限遅らせることができるのかと、まあ、そういう総合判断です。予定していた大体時間の長さで終わったって。いや、そもそもあまり予定していませんでしたので、メモ等は用意しましたけれども、基本的には全体はアドリブですので、話している中で、まあ、言わなければならないこと等はかなり、訴えることができたんじゃないのかなとは思っています。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。